森谷市は茨城県南地域に位置する市、東京都市県。市内の住宅街地域は両政国における下佐国総馬群であり、廃藩地県後は陰馬県、千葉県を経て茨城県へと編入された。旧市街地はかつて城下町、その周辺は田園地帯となっていた。1966年6月に首都圏近郊整備地帯の指定を受けて、以後、 民間デベロッパーによる小規模な開発を経て、日本住宅公団や三井不動産による大規模宅地開発により、東京特部などへ通勤するベッドタウンとして市街化が進行した。国道294号とそれに並行する上層ふれあい道路沿いを中心に産業活動が活発化している。2005年8月24日に開業した。 首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス開業に伴い、宅地開発を中心に、さらなる開発が行われている。東は、鳥出市、北は、筑波未来市、北西は、上層市と接する。市の南側を流れる利根川が大ね千葉県との県境になっており、南西は、野田市、南は、柏市と接する。東京都心部から4 0キロメートル圏内に位置する。 市の南西から北東にかけて、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス。市の南東から北にかけて、関東鉄道上層線が通り、市の中央部にある森谷駅でその2つの路線が交差している。道路は、市の南東から北にかけて、国道294号、上層ふれあい道路が並行して通っている。また、常磐自動車道が、市の南から北に通っており、 筑波エクスプレスに並行して整備が進められている。都市軸道路が市内の大部分で開通している。市の面積は35.63平方キロメートルで、県内では最も面積の小さい市である。東西7.5キロメートル、南北7.2キロメートルと円を描くような形になっており、地域の大半が上層台地に属し、海抜平均20メートルの台地が広がる。 市内全域で宅地開発が進められているが、大地上を中心に、高石土の畑、利根川沿岸を中心に、中石土質の他が見られるなど、自然も多く残る。市の一地域の北東に古海側、西に絹沼川、南に利根川が流れ、古くは入江となっていた。市街地及び、地域の大部分は大地上にあったものの、 三方を川に囲まれた地形であるだけに低地部では水害がしばしば見られた。だが、明治時代から堤防の整備や調整地の設置が進められ、あるいは調整内にあった家屋を移転させるなどしたことで次第に危険は減少。大規模な水害は1982年頃まで、浸水自体は1985年までに収まっている。現在では冠水。 浸水地域の改善等から浸水可能性が考えられるのはごくわずかな地域である。また、河川に囲まれた場所であったことから、江戸時代から発達した河川周運の恩恵を受け、城子などの利根川下流から関宿、江戸川方面への中継拠点、絹川を通じた関東北部の産品の集積地となっていた。森屋市では住居表示に関する法律に基づく住居表示は、 実施されておらず、土地区画整理事業施行と同時に、地盤整理が実施されている。なお、市内の町名にある、下級の、家は、すべて大文字である。消滅した大技上層運動公園市内は、森屋、大井沢、大野、高野、北森屋、南森屋、水木屋、水園の八地区に分けられる。元は、合併前の一町三村の名称と区分にちなんで、 市の中央部から北東部にかけてを、森谷地区、南東部を高野地区、北西部を大井沢地区、南西部を大野地区と分けていた。その後、住宅開発により、森谷地区の内パークシティ森谷を水木谷地区、大井沢地区の内上層に歌うん北、森谷を北森谷地区、高野地区、森谷地区の内上層に歌うん南森谷を南森谷地区、 高野地区のうち、ヒルズビエンを、味噌の地区として分離した。このように市は8地区にけているが、旧大井沢地区は大部分が北森屋地区に変わり、学区等も一体的に整備されるなど、大井沢地区は、実質北森屋地区の一部と化している。また、森屋地区も、西部の百合ヶ丘と東部の本町、東跡では、同一地域としてのつながりは薄く、森屋市の地域区分は、 行政上の地域区分としてのみ機能している状態である。森谷市では環境の保全や健全な都市育成などのため様々な条例や地区計画を設けている。森谷市では2005年8月24日より景観行政団体となっている。森谷市全域を景観計画の区域と定め、景観形成のための基本となる森谷市景観計画を立てており、良好な景観形成や 個性的で魅力あふれる景観形成を推進している。森谷市では、清潔で快適な生活環境を保持することを目的として、2008年5月30日より、森谷市ポイステ逃亡死に関する条例を設けている。これは、市内でのポイステ、路上糖喫煙、飼い犬等の糞の放置に関して、 勧告や罰金を行うための条例で、強化区域でこれらの行為を行った場合、2万円以下の過料が課せられる。また、その他の場所でも違反者は勧告を受ける。しかし、実際には、条例施行後も歩行喫煙、路上喫煙が目立つ状況が続いている。森屋市では、共同による個性的で誰からも愛されるふるさとづくりを進めていくため、 森谷市ふるさとづくり寄付条例を制定し、2008年4月1日より施行している。また、寄付金は以下の用途のいずれかに使われる。森谷市は市街各域の75.8%が計画的に整備された大規模宅地開発地域となっている。また、良好な住環境を保つため、市街各域の50%以上を憲兵率40%の 第一種低層住居専用地域としている。これは一般的な第一種低層住居専用地域よりも規制の厳しいもので、これによりゆとりある街並みを実現している。森谷市では市内の環境の維持のため、市の大部分で建築規制、緑化協定を設けている。その結果、街並みや緑化が評価され、水木屋地区にて人間道路会議場、 薬師台二丁目のオーナーズコート、森屋地区にて、住まいの町並み賞、松ヶ丘西地区において、第19回緑の愛護功労者国土交通大臣賞を受賞している。これらの会があり、市内の緑比率は63%前後を維持している。併用住宅を含む一戸建て住宅の建築を目的とする開発行為の最低敷地面積は、 森谷市の属する近郊整備地帯は165平方メートルとなっているが、森谷市では300平方メートルと定めている。これは、県条例等により、むね200平方メートルと定められているものよりも、広い敷地を必要とするものである。森谷市では、生産緑地法に基づいて設置された35の生産緑地を設置している。森谷市では、 良好な住宅環境の形成を図ることを目的とし、家族向け分譲マンションの建築に対し、1個あたり専用床面積平均82平方メートル以上、1個あたり専用床面積最低67平方メートル以上とする基準を設けている。森屋という名称の由来には3つの説があるが、正確には分かっていない。森屋の鎮守神として建てられている。 五津大王に収められている心境に、下佐国森屋ゴ五津大王守護所、大道元年日の絵犬、神主義信と書かれていることから、806年には、森屋里の名称が見られ、それ以前より、森屋の名称が用いられていたと考えられる。また、1614年の神社奉納品には、森屋の里と記されており、一である、森屋も用いられていたと考えられる。また、 森屋町、大井沢村、高野村、大野村が合併した際に、新町名を森屋町とした理由は、慶光天皇以降、徳川時代より森屋町を中心に、付近数売りの間を森屋号と称していたことによる。審査方針は5つあり、郷土民情にふさわしき町名、住民の納得する町名、子孫に悔いなき町名、一般社会に知れやすい町名、 強度の風称を表される町名であった。また、新町名選定の際には、森屋町の森屋と大野村、高野村ののを合わせて、森屋やとする案もあったが、森屋となったことには、大井沢村住人が森屋を支持したことも、後押しとなった。森屋市の前身である森屋町は、1955年3月1日に、北相馬郡西部一町三村が合併したことにより、 誕生した。合併時の人口は1万2001人。合併は1953年9月1日に交付され、同年10月1日から施行された町村合併促進法に基づき懇談会座談会等を経て審議されたものであったが、当初予定では森屋町を中心として、大井沢村、大野村、高野村、正木野村、高江村、 稲と井村で合併を行う予定であった。この場合の予定人口は19,612人、世帯数3,432個、面積58.218平方キロメートルだった。1954年5月7日には1町6、家村による代表者会議を開催し、同月26日には、関係町村を含めた、 各町村10名ずつの代表者による合計70名で構成された町村合併促進協議会が発足。総務部、財務部、教育民生部、産業経済部、土木部の5つの専門部を設け、森屋町長を、会長、田六河村の村長を副会長、各部代表者の5 0による代表者を部長として合併促進が進められたが、小ぬ高い。 稲戸井の三村が一丁六カ村の合併に慎重な態度をとった。そのため、組合立中学校等を共同経営し、森屋町市場や法務局森屋市庁所等の共同利用同管轄である森屋町、大井沢村、大野村、高野村での合併を進めることとなった。その後も、小沼高井、稲戸井の三村に合併の促進を促したが、意見が一致せず、 同年8月6日に新町建設計画の骨格である協定事項25項目を決定した。また、同月29日には新町名を森屋町に決定。同年11月12日に議会で合併決議が行われ、同年12月13日に県知事に申請。翌1955年1月13日付で認可された。 これに先立つ1954年12月2日には、1町、3村合併に先立ち、高井村大穴道地、高地469,091.14平方メートルが森谷町に編入されることが決定。翌1955年2月15日に編入された。その翌月3月1日に、森谷町、大井沢村、大野村、高野村で合併が行われ、 現在の森屋市域が確定した。明治以前より森屋町とされていた区域は、現在の中央、東屋、松並、松並青葉、百合ヶ丘の全域と本町の大部分であり、1881年に辰日田村、1883年に西奥山神殿を編入。1889年に森屋町、小山村、赤ほ家け村が合併し、 森屋町が誕生、旧町村はそれぞれ大畑森屋、大畑小山、大畑がホッケとなった。大井沢村、高野村、大野村との合併直前である1954年7月時点の旧森屋町の人口は4817人、面積は8.55平方キロメートルである。翌2月15日には高井村大畑道地を編入し、3月1日の山町。 一村合併まで同地は森屋町の大技となっていた。合併直前の町役場所在地は森屋町大技森屋港19番地1以下は1889年から1955年までの旧森屋町の町長である。1955年の新町発足時の森屋町の方針は産業都市を目指したものであった。そのため道路整備及び 軽工業工場の誘致を行うことを計画、実行した。衆議院小選挙区では、市内全域が茨城県第3区に属する。かつての中選挙区制の下では、茨城県第1区に属した。本市で森谷市選挙区を構成する。定数は1である。県議会議員選挙立候補者1名のみであったため、無投票となった。県議会議員選挙県議会議員選挙。 歴代市長以下は、1955年に成立した森屋町の町長及び市長である。市長選森屋市議会議員定数20森屋市には、市役所及び一部業務を行う行政サービスセンターがある。詳しくは、各項目を参照。森屋市では、上水道普及率が99.4%、下水道普及率が99.92%である。 森谷市では人事費の抑制のために人事評価制導入による職員定数削減を行っている。その結果2000年には約410名ほどであった。市職員数が2008年現在では約355名となっている。森谷市では各種審議会の一部委員の公募制度、市民アイデアモニター制度、外区公演美化の佐藤制度など行政と市民の 共同活動が積極的に進められている。また、市民による町の環境美化意識が強く、松ヶ丘西地区の環境美化、シンボルロードでの緑化推進による地区の町づくりを、基とする市民有志が中心となり結成された松ヶ丘花のはボランティアグループが、第19回緑の愛護功労者国土交通大臣賞を受賞している。一時は隣接する、原村、 稲町、三つ同道市との合併も取り沙汰されたが、市民を対象にしたアンケートで現段階での合併反対が多数を占めていたこと、森谷市単独でも十分な発展が見込めるとの判断から平成の大合併の際には積極的な合併協議は行われなかった。相田市長の考えでは、県南地域の全市町村による政令指定都市、 大津区橋構想を打ち上げている。多くの事務権限が異常されることで、各地域の実情に応じた施設配置が可能となるメリットを挙げ、様々な財政制度の特例が設けられ財政力の強化につながると説明。同州制が議論される中で、単位自治体の規模が必要だとし、実現に向け県の積極的な関与を求めている。一方、つくばエクスプレス沿線のブランド化、 連携に着眼点を置く。つくば市は、つくばエクスプレス沿線の3市での合併に関心を示している。1955年の町村合併時は、それまで、旧町村ごとであった消防団を統合した森屋町消防団が、森屋町内を管轄しており、旧森屋町を、森屋町消防団投資団、旧大井沢村を、北市団、旧大野村を、西市団、旧高野村を、 南市団が管轄していた。森屋中央図書館森屋市では、森屋中央図書館と4つの公民館図書室を設置している。森屋市では、森屋学びの里を拠点とし、世界各国の現代芸術分野の若手アーティストを招き、滞在期間中の創作活動を支援する芸術文化を通じた地域振興のためのアートプロジェクト、アーカスプロジェクトが行われている。 市内の野球場、テニスコート、体育館などの私立施設や一般開放されている市内すべての私立小中学校の学校体育施設を有料で使用することができる。森屋工業団地、朝日ビール、森屋市は県内で最も生産年齢人口比率が高い。ベッドタウンとして開発されたことから東京都心を中心とする県外への通勤比率が高いが、 ベッドタウンとしての入居が始まる約20年前の1965年の時点で、就業者の70%が県外を通勤地としており、ベッドタウンとして開発される以前より、東京都を中心とした県外への就業が多く見られる。サービス業製造業を卸売り、小売業建設業運輸、通信業金融、保険、不動産業公務農業古来により、 災害の少ない豊穣な土地であったことから、作れば何でも取れる土地と言われ、江戸時代から昭和、平成初期に至るまで稲作及び畑作の農業が盛んであった。宅地開発が進むとともに農業が衰退し、現在は幹線道路沿線でのサービス業や卸売、小売業が増加し、工業団地の整備による企業誘致などによって製造業も多く見られる。 またかつては、利根川を挟んだ対岸にある野田市同様、醤油の生産も盛んだったが、昭和50年頃までには消滅している。同じく以前は、酒造も営まれていたが、醤油と、ほぼ同時期に消滅している。上層ふれあい道路沿いを中心に、小売業、サービス業が盛んである。松ヶ丘にある複合型商業施設のアクロスモール、モリアや、 ジョイフルホンダモリア店、欅台にある、西遊楽モリア店、百合ヶ丘にある、イオンタウン、モリアなど大規模な店舗が点在する。主に大地で、畑作、低地で稲作を中心に農業が行われ、江戸時代の古城沼付近は、北層におけるレンコンの主産地でもあった。現在では、市街地の拡大によって農地が減り、農業従事者人口の減少もあり、 産出額も減少傾向にある。特に米の産出額が減少している。しかし、近年、野菜や果実の産出額が増加している。現在では行われていないが、利根川、鬼怒川、古海川に挟まれていることから、かつては川での漁業も行われていた。特に、江戸時代の古海川は、酒、鯉、船など様々な魚が取ることができた。また、 魚が豊富と言える地域に生息するカワウソが森屋沼に生息し、現在の森屋沼近くにある小高い丘がカワウソ弁天と呼ばれる元にもなっている。高速道路の IC が近いことから森屋工業団地が設けられている。また、市街地の拡大によって古い工業地域では工場の市街への移転が進み、明星電気森屋工場跡地はロックシティ森屋、 クレト石シ屋工場跡地は新町名を松並青葉とする住宅地となった。また、店舗ではないが、キラボシ銀行モリアシステム研究所が古書家岡4丁目にある。モリア市では1980年代以降、計画的に学校予定地を確保しており、地域内の人口増加に応じて幼稚園、小学校、中学校等の新設が行われている。また、 学区制度が敷かれているが、学区内の人口のバランス、通学事情を考慮し、一部地域では学区を選択制にするなどの見直しが行われている。なお、小、中、高等学校の耐震化率は100%である。森屋市は、老齢人口の割合が11.12%と、県内では最も少なく、全国で6番目に少ない。また、県内で、 最も平均寿命が高い。森谷駅森谷市には一般の路線バスと市のコミュニティバスがある。一般路線バス、コミュニティバスともに森谷駅を中心に市内を市方に運行している。路線バスを森谷市内でのみ利用する場合、どの路線もバス運賃は160から200円で市内上限200円となっている。また、 2009年11月1日から2010年3月31日までの毎週水、金曜日の9時から17時は、森谷市内で上降する場合に限り、運賃が大人100円、小人50円となる。市内各駅発のルートは新森谷駅、森谷駅、南森谷駅、市内各地のルートは、各町名記事を参照。森谷市では、路線バスが、 住宅密集地を中心に通っていたことから空白地帯が存在したこと、旧コミュニティバス山百合号は空白地帯を解消するように通っていたが本数が少なかったことなどの問題点を指摘された。このため北森谷地区から森谷駅西口までの急校バス、新コミュニティバスへの切り替え及び増便、 運賃変更を2009年8月1日より2012年3月31日まで実証実験として行った。2011年より森谷駅を中心に環状に走る地域間交流バスの設定も検討された。また、モッコバスの名称は180の応募案の中から選ばれた。かつては森谷の旧市街地を南北に貫く、長州街道が最も主要な通りであった。 森屋街道と称した通りは多く、森屋より、並木道が整備されていた流濁、大山を経て鬼怒川を渡り、河口に至った道、城市街道沿いの新宿より鬼怒川を経て、板東市方面へ至った道もかつては、森屋街道と称した。その他に、現在でも流山市より、柏市西部、北部を経て、市内大津市に至る通りを、森屋街道と称する。現在の、主な道路は、 国道294号と、これに並行して走る上層ふれあい道路であり、市内や近隣への移動には、自家用車の利用が多く見られる。千葉、東京都心方面へは新大都根橋及び常磐自動車道等を利用する。また、森谷市の大部分で開通している、都市軸道路が、北は、つくば未来市を経て、つくば市へ、南は、千葉県柏市、流山市を経て、 埼玉県三里市までつながる予定である。市内の主要道路は計画的に街路樹が植えられ、ゆったりとした歩道、広幅の側帯のある高規格な作りのものが多い。景観を重視した横断橋の排除、円滑な交通処理を目指し、幹線道路の歩道切り込みを極力少なくするなどの工夫も行っている。遊歩道が市内に多いのも特徴である。 高速道路一般国道国道二百九十四号、上層触れ合い道路銚子街道県道その他、所要時間は平均的な乗車時間。森谷城市赤筆災害発生時には、下記の場所が避難場所、避難所、救急国事病院となる。森谷市は、災害時に、いち早く救助、復旧を行うことを目的に、百二十キロメートルほど離れた神奈川県南足柄市と、 災害時総合応援に関する協定を締結している。これにより、南足柄市と森屋市のどちらかが被災した場合、食料、生活必需品、応急復旧用資機材の提供、職員の派遣などを行うこととなっている。このことから、市の公式サイトには、英語版とドイツ語版が用意されている。また、1990年から、青少年海外派遣事業を開始したり、 両姉妹、手受都市の市民が森屋市内へ訪問するなど、姉妹、手受都市同士の国際交流が進められている。また、国内では1998年にアーカスプロジェクトのアーティストである岩井成明により、新旧ベッドタウンの諸問題を顕在化させることを目的とした森屋、小平姉妹都市計画が浮上したが、セミナー、プロモーション等が両市で行われつつも、 締結には至らなかった。市内全域が0297である。0297は、三津街道 MA と龍ヶ崎 MA に分かれているが、当時は、全域が三津街道 MA に属する。そのため、同じ0297であっても龍ヶ崎 MA には、市外局番をつけないとかけることができない。市内局番は、初期から使われていた48、ニュータウン開発後に使われ始めた45を、 はじめとして、現在は20、21、24、34、37、38、41、44、46、47、51なども使用している。タウンページは、茨城県南部版。ハローページは、上層、筑波未来、森谷市版に属する。森谷市は、筑波ナンバーを割り当てられている。隣接市はそれぞれ、筑波未来市が、 森谷市と同じく、筑波ナンバー、鳥出市が、土浦ナンバー、柏市が、柏ナンバー、野田市が、野田ナンバーと複数のナンバープレートの地域が、隣接する。森谷市は、東洋経済新報社の住みよさランキングで、毎年上位に入っている。東洋経済新報社が、毎年算出する、都市成長力ランキングで、2004年総合1位、全都市住みよさランキングで、 2008年総合1位、関西社会経済研究所発表の財政権全制で3位となった。ありがとうございます。